はい、長い間お疲れ様でした。これで終わります。で最後はちょっと今までみたいに今日の朝はまああれはある意味変異データの話と、まあ、ギャラクシーを使ったツールの話だったのと、まあ、あとはメタボロームの話とあと文献の話、まあ、ビブリオームとかいう人もいますけどなんとかオームの話だったんですけど、今からのやつは実は可視化でテーマでっていうことだってお題をいただいたんですけど、可視化でだけでちょっとこうお伝えするよりは可視化するして、まあ、自分で見てそれをまた他の人に伝えようという共有化ということとともにということで、私が共有化は僕が足させていただきました。で、まあ、可視化はもちろん自分がそのデータを解釈するためにやるんですけれども、まあ、その絵はまあひいてはまあ共有化を目指してやってほしいなというのが僕の願いでですね、まあ、皆さんまあデータ解析して可視化して見てで論文書いてで終わりみたいに思われるかもしれないですけど、その論文がさらにですね他の人から見ても間違いのない研究だってなっていくためには本当はそこから共有がうまくされるべきなんですね。だからインパクトファクターの高い雑誌に、まあ、論文出すのを狙うのももちろんいいんですけれども、その後にその論文がどんだけサイトを引用されたか、CI の方ですね、サイテーションインデックスの方もよくで見て、それを上げる努力として、まあ、データを共有するということが割と大事になってきてます。これはまあいろんな分野でそれが起こっていると思いましてですね、で特に僕らみたいなゲノムとかトランスクリプトもやってきた人間は、まあ、それの一番多分先駆けででしてね、でして、まあ、20年ぐらい前から、決めたゲノムのデータを共有してとかそういうふうな形でやってきてますし、まあ、先ほど来作ってき紹介になったソフトウェアとかウェブのツールなんていうのも使ってもらってなんぼのもんということで、どんどん使っていただいて、それを、まあ、引用していただいてっていう形でどんどん広がっていくと、そういう、まあ、タイプのことをやってきたので、一番それを、まあ、意識してやってきました。でそれに関してちょっと前置き長くなりましたけど、可視化と共有化に関してと僕が思っていることをこうまとめてちょっとお話ししようかなと思って、やってます。でこの講習は多分、まあ、実際目の前のパソコンでいじって、まあ、予告してた R ですね、 R を使うところをが、まあ、最終的に、やります、やるんですけれども、まあ、それに至るまで一応、まあ、流れを一応作っててですね、まあ、こんな風に、なってます。あ、でこれ講習会のテキストでテキストに配ってますね、それで大体大丈夫です。でこれは先ほど来言っているうちのこの講習会のウェブサイトからたどれますので、でお配りしているものとこれはほとんど一緒なんですが、実はちょっと、皆さんにお配りする締め切りがの後でですね、変更というか、まあ、ミスしてたのを見つかって、それを直したりしているので、正しいのはこのウェブサイトの方なんで、なんかおかしいなと多分後で僕気づくと思うんで指摘しますけれども、まあ大体紙の版でいいんですけど、こっちが最新と思ってください。はい、でまあ実習っていうのをやっていくということと、ここに書いてる通り、あと発展って書いてあるのはやらないんですけど、まあ後で、まあ、自分で帰って一人の時にやってもらうと嬉しいなというような課題も一応書いてあります。はい、でまあ一応流れとしては本当にまあ一番皆さんがファミリアというかよく使うデータの配列データですね、配列データですね、塩基配列のデータのことですけど、まあ、アミノ酸配列もありなんですけど、塩基配列とアミノ酸配列をまあ代表して配列データと呼んでますが、その配列データを可視化するのと共有化するというお話をまずしてですね、でその後に数値のデータですね、まあExcel に入っているデータと、もう平べったく言うとそういうことです。 Excel に入っているデータ、スプレッドシート型のデータって言いますけれども、まあ、行列型になっているやつですね、あれを、まあまあ、可視化するお話として、R ですね、 R の使い方をちょっとやろうかなと思うんですが、まあ、R はもう使ってる方は結構でか何人かは多分いらっしゃるようです、アンケートみたいななんですけれども、まあ、これ前使ったことないけどよく聞くけど何それっていう人が多いと思いますので、そこをちょっとこの実習のパソコンにですね、 R を、無理ってインストールしてもらいましたので、それのを使ってやろうと思いますので、それまでにログイン、この講習のパソコンでやられることはそれをログインしといてください。ログインに時間かかりますので、はい、でまあそういう、
話を、まあ、この辺のに書いてある、いわゆる、よく使う統計の可視化手法ですね、統計的な手法を、まあ、例にちょっとやってみようというふうに思います。はい、そういう流れでやりますので、よろしくお願いします。で、まあ、大体もう先ほど来言ってる通りで、やってるツールとかデータベースの多くはこの統合テレビで紹介してますから、後で見てくれると嬉しいなと思います。あんま時間もないので進めますね。はい。で、最初はハイエスデータの可視化、共有化のお話をしたいと思います。で、ハイエスデータなんですけど、普段皆さん、あれですかね、どうやって見てますかね。あんまり自分はシーケンスするけど、それを並べてみたりとか、多重配列アライメントで見ませんという人もいるかもしれないんですけど、いろんな生物ですね、まあ、人をやってても人とマウスとラットと、あといろんな生物のその遺伝子を比較してみたいっていうことはあると思います。で、それは、先ほどちょっと山本さんの講義で出てきた、ネイバージョイニング法ですね、NJ 法で、っていう近隣結合法って日本語で言いますけど、ああいうふうな方法でですね、配列間の、まあ、距離を計算して、系統樹書くみたいな、そういうことを、分子系統樹書くっていうのはすると思うんですね。まあ、そういうのを、じゃあ、そういうのも可視化なんで、その部分の可視化からちょっとお話しようかなと思います。で、これはですね、実は本当は実習しようかと思ったんですけど、できません、残念ながら。なんでできないかというのも、理由も含めて、やりたいと思います。で、まあ、せっかくなんで、その、お話しする多重配列アライメントですね、マルチプルアライメントのそのツールはこの JAL ビューっていうのを使って説明しようと思うんで、この JAL ビューのページはちょっと開いてみてください。よいしょ。ちょっとタブで開いた方がいいと思います。もちろん講習会のページを残すためにこれやってるんですけど、こんな感じのページが出てくると思います。で、これはですね、マルチプルアライメントのてか多重配列アライメントをこう見るツールで、しかもすぐに系統樹かけるというツールです。で、これもうすでに知ってて、そんな説明せんでいいっていう人いません？みんな知らん？じゃあ話します。ですね、これは、まあ、多重配列アライメントするんですけど、このツールすごいのはですね、実は一番最初に配列が並んでなくても、その並べるとこからやってくれて可視化して、でそれの系統樹も書いてくれるという優れたツールになってます。で、これは僕がやってみせますけど、もちろん自分のパソコンでできる人は今一緒にやってもいいんですけど、待ちませんので、一緒に僕がやるのを見て、とりあえず見といてくれて、後で帰って興味ある人は一緒にやってみたらいいと思います。で、 JAL ビューっていうのをこれインストールするんですけど、実はこれ Java がいるんですね。 Java って言語を先に入れておかないと使えないです。で、入れてあると、こんな風に、この JAL ビューっていうのが起動します。で、この、実は、ソフトは Java 版なんで、こういうアプレット版っていうのと、デスクトップ版っていうのがあるんですけど、おすすめは、デスクトップ版です。アプレット版っていうのは、その都度、サイトに、アプリを見に行ってやるんですけど、コンピューターに、自分のコンピューターにこう、ダウンロードすることでできちゃうから、機械を加えるから配列がセーブできないとか、やった結果が保存できないっていうことが起きるので、デスクトップ版をインストールして使った方がいいと思います。で、これ JAL ビューって起動すると、この初期画面でいろいろ出てるんですけど、こんな風に、これは今デモの画面が最初から入ってるからなんですけど、こんな風にこれ今アミノ酸の配列ですけど、こうやって並べてどこが保存しててとか、こういうふうな可視化をしてくれると。で、それの、その配列のに対する系統樹とか立体構造とかをデータベースでこうリンクしてきて、これ表示するみたいなことができるんですけど、とりあえず自分のでやってみたいので、この辺は剥がすというふうにします。で、自分のなんかやりたい新しい配列を、ここのインプットアライメントからフロムファイルとかやって、その自分の欲しいファイルをこうやって入れます。これ私なんかの研究に使ってる DJ1 っていう、PARC7 っていう遺伝子なんですけど、こんな風にまず開きました。これは実は今開いたのは、NCBI のページから、この PARC7 の、オーソログの遺伝子群をいろんな生物で取ってきたというやつです。まあ、NCBI のところに行ったら、ホモロジーンってサービスがありますので、サービスがデータベースがあるんで、そこに行って、自分の興味ありそうなやつの配列を持ってってやると、こんなのがまず出ます。これ実は全然、
マルチプルファスタ、あのマルチファスタ形式とか呼ばれるやつで、一個ずつ一個ずつファイルがあの書いてあるのをダウンロードしてきただけです。それはですね、見せるとちょっとだんだんややこしいこと言ってるかもしれませんけど、ちょっとこんなあのコマンドはあの覚えて帰らなくていいです。あのただ単にちょっと見せるために今やってるだけです。あのこんな風になもうずっとあのテキストファイルでずっとこう書いてある、 なんとかの生物種の、例えばこれ C. エレガンスの DJ1 とかアラビドプシスの DJ1 とか、あ、まあ、パーク7ですけど、そういう風なものがもうざーっと、一つのファイルにあのファスタ形式のファイルがあのずっとこう改行なくというか隙間なくこう並べてある、そういう風な配列を今読み込んだだけです。そうするとなんか並んでるように見えますけど、これあのマルチプルアライメントしてません、あのしてない状態です。してないんですけど、これすごいのはこのウェブサービスっていうとこからアラインメントとかやって、なんかツールを選べばですね、あの勝手にマルチプルアライメントやってくれるんですね。例えばあの皆さんこれマルチプルアライメントするツールとしてクラスタルなんとかって、クラスタル W とかクラスタル X とかあのクラスタル V とかいうのが あってですね、それをどれを使ってるかというので時代がわかるんですけど、今の一番あの最新はですね、このクラスタルオメガっていうやつになってます。これ覚えて帰ってください。クラスタル O っていうやつです。で、with defaults っていうのは、まあ、デフォルトで計算お願いしますっていう意味で、これやります。これやると、あの、ウェブサービスといって、今のこの配列に対して、あの、海外のどっかのところに、あの、マルチプルアライメントの計算をですね、お願いするんですね。そしたら、あの、待ったら、お願いしてくれて、もう終わって、あの、結果を今、集めてますと。で、もう結果返ってきました。で、あんたのやつも並べて返ってきたよっていうので、これ出てきます。で、こんな感じで出ます。こんな風になんとなく並んでますね。で、これ見方なんですけど、こう書いてある通りです。コンザベーションというのは、その部分がよく保存されてたという、あとコンセンサスとかいう配列、あのコンセンサス配列があったら、こうやって書いてくれるみたいなのが、あのさっきのものに、一番最初のものに比べると、なんか、あの、加わってます。あ、最初もあったんですけど、最初のはもう本当同じとこ並べてるだけやから、もうめちゃくちゃですね。めちゃくちゃなんですけど、こうやって並べて帰ってきます。で、これ見ただけじゃちょっと可視化的に良くないと。これはまあ色がつくと嬉しいということで、ここでカラーってやると、いろんなその、カラーの、スキーム、あの要するに、尺度があるんですけど、それでまあできる。例えばハイドロフォビシティってやると、あのハイドロフォビックなあのものがあのとあのそうでないのがこれ色がこう変わるというあのので、カラー付けられるけど、これは色がちょっと気持ち悪いという人はなんかいろいろあるんですね。これこの辺が綺麗かな、雑把とか、これ綺麗げに見せるやつとか。で、本当はこの実はこれあのザルビューなんですけど、本当はこれアライメントエディターなんですね。あのアライメントエディットすることができる。だからここで、ね、ここに C が1個あって、これはちょっとよろしくないなと思ったら、こうやって、ね、ですね、いじれるんですね。こうなんかこうどうやんやったかな、こんな風にいじったりとかできるんですね。で、これは本当はエディターなんですね。コンピューターに今計算させたやつ返ってきて、やっぱりでも私はここは違うと思うっていうのが皆さんあると思うんで、そういうのをこうエディットしたりできる。それがもともとこの JAL ビューとあのいい機能だったんですけど、今はこの可視化のツールとして非常にいいなというふうに思ってまして、こんなんもできますよっていうのが今、ご紹介でした。で、じゃあここからまだあの終わってなくて、あのできるのはですね、ここから実は系統樹すぐ書けるということです。あの2クリックぐらいでこれ やってですね、カリキュレイトトゥリーってやつでこれで出ます。で、これは実はあの系統樹の書き方の方法です。このネイバージョイニングっていうのがその、あの遺伝系に今もいらっしゃいます、あの斉藤直也さんっていう方が、あのその遺伝子間のこの距離をの尺度を、まあ、系統樹を書く方法としてあの得られたというので、非常に非引用数の高い論文として知られているあのネイバージョイニング法、 NJ 法とかいうやつです。で、あの近隣結合法ね、日本語だと。そういう方法で書きます。で、下の方はアベレージディスタンスです。そのこれ4つ全部一緒なんですよ。 4つ一緒なんですけど、その配列間の近さを何の尺度でやるかというのは違うんです。で、ネイバージョイニングはネイバージョイニングで一緒で、アベレージディスタンスというのは、まあ、これ平均距離法ってやつですね。あの、まあ、進化速度が一定と仮定するってやつです。あのそういう仮定が入っている方で、まあ、あのおすすめはネイバージョイニング法で、あとはあの、まあ、好きなんでやってほしいんですけど、これもちょっとこの辺の、
配列の類似性の、あの、配列類似性に関する知識がないと、これも分かりにくいんですけど、まあ、パーセントアイデンティティは分かりますね。パーセント一致度。だどんだけアミノ酸が似てたかというやつですね。で、シーケンスフィーチャーシミラリティっていうのも、まあ、配列の特徴の、まあ、似てるやつって、これも、でも、ここは僕もちょっと、これ見ただけじゃ分かりません。ですので、もうちょっと詳しく知りたくなったら、僕もヘルプで調べます。だあんま知らない。でも、この残りのパム250っていうのと、ブロッサム62っていうのは、これはちゃんと意味があって、これはそれぞれですね、あれなんです、アミノ酸置換マトリックスって言って、アミノ酸の似てる度合いを、統計的に計算して出した、行列っていうのがあって、まあ、イソロイシンとロイシンはすごい似てるから、あんまり置換してもそんなに悪くないよと。ただ、それがトリプトファンに変わるとすごい良くないから、スコアを悪くしようとか、そういうふうなのが、20×20 で、全部に対して計算されてるんですね。それの、まあ、種類です。パム250っていうのと、ブロッサム62っていうの。で、パム250っていう方が多分歴史的に昔から使われている方の、マトリック、アミノ酸の置換マトリックスってやつで、で、ブロッサム62っていうのは、ブラストがですね、計算、配列類似性を計算するときに使ってたというのの、アミノ酸置換マトリックスということで、よく使われてます。ですので、まあ、何でやってもあんまし、はっきり言うと大して変わりません。大して変わらないんですけど、好きなのでやってくださいっていうと、どれが好きかわからないから、まあ、大体はまあ、アミノ酸置換マトリックス使うやつがいいと思います。だからブラスタム62とか。もう長く、まず選べって言いましたね。そうですよね。で、まずは、系統図書きたいやつを選ばないといけないですね。よいしょ。今、シフトを押しながらやりました。で、カリクレート、ブラスタム62。はい、書けました。こんな感じで。こういうふうにもう簡単で、で、この辺で、こういう場所でですね、クリックすると一回、その場所で線が引かれて、そこが域値になって、グループがこう、色がつきます、勝手に。で、このグループの色は、こっちと対応します、対応してます。だからこれもどんどんこのグループを変えていくと、こうやって色が変わるんですね。ね、まあ便利です。で、まあ、まあ、これ見ただけではちょっとでも ID ばっかりで何の生物やったか分からへんっていうふうに皆さん思いますよね。でそうなるとこの ID を生物種の名前にこう変えてですね、本当はこの、一番最初のスペースが来るまでの前はが ID になってて、この後になんか括弧の中で生物種が書いてあるんで、これが一番前に来るようなデータを作るんですね。あ、で、今これ私がデモでやってるやつは全部講習会のサイトに上げてあるので、ここですね。ここに全部上げてあるので、これで、これを使いますので、これで後で皆さん、自分でやってみていただければ、テキストにはそう書いてありますんで。で、言いたかったのは、で、今、一番最初はこれでやって、これ計算した結果で、このアウト2っていうのが今から見せようと思ってて、これは何かというと、生物種の、生物種名で置き換えてみたってやつですね。これ一番、すいません、一番上か。一番上でインプットアライメントフロムファイルってやって、さっきの、アウト2っていう方を、まあ見ていただくとですね、こういうふうに生物種名になってて、で、これで、もう、これはクラスタリングした後になってて、まあなんか色もつけてみると、まあこんなふうに、色がついてこんなふうになってるんですけど、でこれを、まあカリキュレートで、やっぱり同じようにネイバージョイニングのパム250で、やると、こんな感じで、分子系統図が書けると。で、これで見て分かる通り、真ん中の方に、緑のところに植物と昆虫、ドロサフィラが入ってて、人とかはこの辺にあってとか、そういうのがこう分かると。で、まあ、このツリーの形はなんかあんまり説明には使いにくいなと思ったら、別の方法を試してみてください。こっちか。あ、違う、こっちか。で、カリキュレートで、パーセントアイデンティティとか。あれ？なんか変なのになったぞ。あれ？これなんか僕がなんかこう設定し、選択してたからですね。全部をだから選択しないと。選択したものだけでもう書けるんですけど、あえて。パーセント一致度。で、こんな風に。こんな風に。これやると、今のはパーセント一致でやると下の方が植物になってて、昆虫来てこっちに哺乳類来てますね。まあ、こんな風に書けると、可視化できると。めっちゃ簡単でしょ。こういう風に、まあ、自分の、そうですね、まあ、研究対象なんかの遺伝子をこういう風に可視化してみるっていうのは、
あのもちろんあのいろんなソフト使ってやってはると思うんですけど、これあのタダです、フリー、誰でも使えます。じゃあこれインストールできれば使えます。まあ、これぐらいの使い方は多分あのできますし、今やったような使い方も全部あの統合テレビに載ってますので、まあやってみてください。これでこれはちょっと Java をやりたくなかったので、ここで見せましたが、統合テレビどこにあるかな、ここか、これですね、この復習用の統合テレビあるんで、これを見ながらやってみて、あと配列のあのサンプルもここに書いてあるので、この通りやってみて、僕が最後やってみせたのもここにありますから、やってみてください。はい、それが最初のやつです。ちょっと時間かかったな。で、すいません、あのみんなでやるのやるからちょっと待ってくださいね。でこれがまあ1個目の配列の可視化のやつなんですけれども、まあこういうのもすごい大事な可視化だなと僕は思ってます。でそれ以外に、じゃあそんな1個の遺伝子じゃなくて、もっとゲノムワイドに可視化で配列を可視化する方法ないんですかって。でそれで思いついたのはもうこれです、ゲノムブラウザー。皆さんゲノムブラウザーは日常的にそんなに使わないですかね。まあ今回はアンケート聞かなかったかもしれないんですけど、意外とこれ使われてなくてもったいないなと思うんです。でなんでそうかっていうと、ヒトゲノムが決まった時からずっとこれもう10年以上あるんですけど、どん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 そのいろんなゲノムワイドな実験をみんながしてデータ蓄積してるんですね。で何のデータ蓄積してるかというと、ゲノムに対するアノテーション情報です。でじゃあゲノムに対するアノテーション情報って何ですかっていうんですけど、それはゲノム中のそのある特定の位置に対してここに何か特徴があった、まあ一番分かりやすい例で言うと、例えばここはエンハンサー領域であるとか、ここはイントロン、まあ、イントロンもまあ嬉しくないかな、まあ、イントロンもあるし、ここはアルテンシャイン子の結合があったと。で昔はそれが結合配列がここにあるよっていうので言ってたんですけど、最近だとそれがチップセックで、実際実験してですね、ここがそのチップセックの実験の結果、テンシャイン子が結合している可能性があると、可能性があるというか結合しているのが取れたと、いうまあ情報です。そういう情報です。そういう情報が見れるのがこのゲノムブラウザーです。これはぜひ普段の実験からもうずっとこればっかり眺めててもいいぐらい、たくさんの情報量があるっていうのを今から皆さんとやりたいと思います。でじゃあこれクリックしてみてください。じゃあやりましょう。これクリックするとこからがこの講習です。はい、みんなでクリックして落としましょう。多分落ちないと思います、残念ながら。はい、こんなやつですね。で皆さんこれ見てあれっと、今まで見たことある人あれっと思ったかもしれません。そう、きれかっこよくなったんです、 UCS ゲノムブラウザー。なんか前はなんかこう武骨な、なんか10年ぐらい前のウェブサイト出てたじゃないですか。こんなんすごい綺麗になったんです。これ実はなったのほんまほんのこの1ヶ月です。新しくなったんです。だから使ってください。で、はい、いいですか。クリックはできたよね。じゃあ続けますよ。いつでも聞いてください。で、ここに書いてある通りやっていきますから、皆さんも一緒にやってね。で、アクセスして、上部のメニューバーのゲノムにマウスを載せましょうと。そうすると人とマウスが出てくるけど気にすんなと言ってますね。ここに載せると、こうやって聞いてくるんですけど、もちろんここで分かってる場合は選んでくれてもいいんですけど、特に気にしないで、このゲノム、このままですね、もうここで、選ばないで、このゲノムっていうのを今の状態でクリックしてください。何が起こりましたか？こんなん聞いてきたと思いません？これ。で、なんかよう分からへんわ、やめとこうみたいに思わんといてください。これはすごいことが書いてあるんです。何が書いてあるかっていうと、あなたの一番近くの、ゲノムブラウザー、UCSC のゲノムブラウザーに案内しますよって言ってるんですね。これ実は、理研の横浜にサーバーが、これもこの1ヶ月です。立ったんです。つまり、ゲノムブラウザーが、すごい近くなったのね。だから、迷わずこのゲノムアジア、UCSC エディを使ってください。ここはじゃあ中国に買ったんです。だから、日本、アジアと言って日本にあるというやつです。なかなか最近そういうのなかったでしょ。いいニュースやと思いません？皆さんいいです。ありがとうございます。僕がやったのちゃうんです。僕 の, 昔 の, あ 今, の今もそうだけど、共同研究者 の, 理研による連中が頑張ってやってくれました。でなんで彼らがそんな風にやるかというのは後で種明かしします。いや別に
向こうから金持てとか研究費があってとかそういうのでやってるわけでは特になくて、はい、でやるとこれ、あんまり URL とか皆さん気にしないかもしれないんですけど、見るとゲノム-アジアになってて、あの理研の方のサイトに行ってると。だからこれ国内にあるサイトにアクセスしてますんですごい早い。しかも理研にあるからすごい学術ネットワーク的に行ってるからすごい近いです。だからガンガンこれ使ってください。前は遅いからあかんわ使いたないわって思ったかもしれないけど、今すごい早いです。ガンガン使ってください。でその設置した人間からもガンガン使ってくださいって言われてますんで、あのガンガン使いましょう。はい、まあ、前置きはだいたいこれぐらいにしといて使いますよ。だからいいんです、いいんです、やりますよ。ほいで、ミラー選択出るからゲノムアジアっていうのをやってくださいと。でミラーっていうからには鏡ですから、あの基本的に同じもんがあって、こっちのだけあの遅くてデータが古いとかそういうことはないです。で、起こらないはずです。基本的に起こらないはずです。そういうのは自動的に更新するように設定してあるんです。はい、だこっちね、ここをクリックするんだよってやつね。でこれなんか番号があれやな、化けてるな。まあいいや、すいません。じゃあ順番にやっていくか分かると思うんで、本当は番号が振られてるのかな、振られてるのかもしれないけど、ちょっとまあいいです、順番にやりましょう。でそれで、この新しいウェブサイト出てきたんやけど、それで人になっていると思うんですけど、最初に人になってない人もいるかもしれないんで、もし人になってない人がいたら人でやりますので、ちょっと人ばっかりってあれですけど、ヒューマンのこのリンクをクリックしてください。そしたら人にちゃんとなりますんで、で人になった証拠はここにヒューマンアッセンブリーで出てることです。出ましたか。最初なんかね、前にいじってたりすると変なページに行ってるかもしれないんで、ヒューマンを左上のこのヒューマンちょっとこうをクリックしていただいて、これが出てきたら OK です。それでじゃあ次行きますよ。で出てきてアッセンブリーっていうのが何個かあるんですけど、このちょっと古いやつなんですが、1個前、最新より1個前、名前のやつなんですけど、それを使いましょうと書いてます。これにも理由があってですね、なんでかっていうと、今これ実は2003年来からずっとこう使ってきたヒトゲノムのこれ履歴が出てるんですけれども、実は最新のゲノムに対するゲノムアノテーションがリッチじゃないからです。簡単に言えば1個前のやつの方がリッチなんです。なんでかっていうと、出てからしばらくしないとゲノムアノテーションなんてどんどんつかないからです。だからこれ1個前のをやりますね。まあ、これはどっちが、じゃあこっちの方が本当は最新でいいはずなのに、こっちを使ってるというのはアノテーションが今リッチで、今はゲノムアノテーション皆さんこんなんいっぱいあるよっていうのを見せたいから、その古い新しい方を見せて、それが少ないのを見せると僕不利でしょ。だからこっちにするんです。はい、しました。こうなりました。これはもう本当ペッと押して選ぶメニューで、HG19 っていう方にしてください。これはまあHG19 というのはヒトゲノムのバージョン19ってことです。バージョンナンバーです。はい、で、はい、アノテーションがリッチになったらです。それがいつになるかは僕にも分かりません。割と論文を出すときに出す、なんだろう、どっちを使うかっていうのを最初は決めてずっと出してる、みんな論文のプロジェクトをやってて、それが大体論文として出して出てきてっていうふうになるので、いつになるかっていうのは本当わからないんですこれ。 でも現状はやっぱりまだ1個前の方がリッチな状態です。それはけどここにあるゲノムのアノテーションがどんどんいろいろついていって変わっていって、なんだ、見てて体感してこうそれが最新だなというのが分かる感じです。でそういうふうな最新情報は皆さんツイッターで言ってるので、なんでもうこれ HG38 でいいですかねみたいなツイッターとかで聞いてみると、その都度分かると思います。だから結論はツイッターで聞きましょうってことですね。はい、どうぞそういうふうにどんどん聞いてください。お願いします。ありがとうございます。ほいで、じゃあ次進みます。それでですね、次はこれ検索をするんですけど、場所ですね、何番染色体のどこの領域とかの自分でももちろん分かってる人は入れてもいいんですけど、多分そんな覚えてないと思うので、遺伝子名で大体検索することが多いです。で何の遺伝子名でやってもらってもいいんですけど、特にない人は HIF-1 やってみましょうかってことです。でこれなんですけど、ここにポジションはサーチタームっていうのがあって、ここに入れます。で HIF1 とかでやるとこんな風に候補が何個出てきます。今4つ出てきましたけど、
で、まあ、このうち皮膚1アルファがやりたいので、皮膚1アルファが一番上に出てますけど、それを選ぶというふうにしてて、こう、まあ、入力支援があるんですね。で、これができたおかげで、割とミスタイプも少ないし、検索のステップが少なくできます。ここで検索タームを入れると、検索の候補画面が出てきて、そこからもう一回やるって、初めて目的の位置に飛ぶんですけど、ここで皮膚1アルファって選ぶと、それがもう直接、あれ失敗したな、俺。で、成功するとですね、このカッコ、ホモサピエンスなんとかなのかっていうのは一緒に入るんですね。入らないか。これですね。ちょっとあかんな。ちょっとこれ、ブロックされてるかもしれない。ちょっと待ってね。もう広告ブロックが、ブロッカーが入ってるんで。皮膚1A。まあでもこれでいいか。すいません、なんかいろいろ長々言いましたけど、皮膚1Aって選んでください。それで特にあれで問題なかったみたいです。皮膚1と入れて、まあ、何種類か出るので、それのうちを皮膚1アルファのやつを、まあ、マウスで選んでいただいて、それで Go ってやるとこういうふうな画面が出てくると思います。ちょっとこれあれやな、僕のやつはこれ答えが出てちゃって、やりたいことが出ちゃってるんで、ちょっと今このデフォルトトラックっていうのは後で教えますけど、すいません、準備が不十分で、昨日もう一回これ試しにやったやつのが残ってたんで、ちょっとすいません。こんなんが出てくると思います。僕みたいにさっきの長いみたいなのが出てくる人もいるかもしれません。自分のパソコンでやってる人は、かつてなんか検索したとかいろいろいじったっていう人は、ちょっと違う画面が出るかもしれないんで、そうじゃない人は、僕が今やったみたいに、ここのデフォルトトラックスっていうボタンを押してください。そしたら、こういうふうに一番最初の初期状態に戻ります。で、これは、これ何が出てるかというと、もう皆さんもご存知と思いますけど、皮膚アルファがゲノム中に、コードされている領域の、ゲノムアノテーションが出てます。で、ちなみに、14番染色体のここの、こういう領域ですっていうのは、こうですね。で、この縦の、この横に棒があって、この長方形のこの太くなっている部分がエクソンで、この間がずっとこれイントロンで、で、これエクソンですね。だから、いかにエクソンが、まあ、ちょっとしかないかというのよくわかると思うんですけど、そういうのが、遺伝子の行動の領域で、まあ、イントロンのところも含めて、これ遺伝子が見れると。で、何個も皮膚アルファっていう文字がこれあるのは、実は、これいろんなデータベースが、皮膚アルファの位置はここだ、ここだって言ってるのが、ちょっとずつちゃうってことなんです、これ。一番短いやつは、この、ここで終わってるけど、そうじゃないのはここにもエクソンがあって、ここもまで含めて皮膚アルファですと言ってたりとかすると。つまり、これってデータベースごとに実は各遺伝子のコードしてるっていうか、ここからここまでがそうだって言ってるのは違うってことです。じゃあなんで皆さんじゃあそれ普段あんまり意識しないでやれるかというと、多くの場合タンパク質のコード領域しか見ないので、多くの場合あんまり問題にならないからです。なんでかというと、大体は、まあ、非コード領域が、これ、長さの違いであることが多いので、あんまりその辺、意識しなくても、まあ、いいことが多いです。はい。まあ、こんなになってて、ですね、まあ、これをいろいろ横に行ったり、縦に行ったりできるんですけど、まあ、一番やるのは、これもちょっと拡大してて、遺伝子、皮膚1が、こう、端から端までが、この横の長さに今ちょうどなってるので、ちょっとズームアウトするのがいいかなってことで、3×のズームアウトすると、こんな風に、真ん中の部分に皮膚1のコードしてる領域があって、その近くの遺伝子っていうのがこういう風に出るっていう風なビューになります。こんなん出ました？大丈夫ですか？これでまあいろいろ、で、ここでのボタンを使って左に移動したり右に移動したりとかいうことがまあできると。そんなわけになってます。で、ここからはだんだん講習っぽくなってまいりますが、それで、コスミックをやろうって言ったらね、で、この下の方ってなんかいろいろ書いてるんですけど、あんまり皆さん普段注意して見ないですかね。これ実はこれがゲノムアノテーションと呼ばれているもので、ほとんど見ての通り、全部ハイドになってます。全部じゃないな。一部は出てるんですけど、このフルとかショーとか出てるのが、実は今のここに出てるんです。で、出て、ほんのちょっとですね。で、ゲノムアノテーションが新しいか古いかというのは、これの数で実は分かるんです。これの数が多かったら、
そのゲノムアノテーション、そのバージョンのゲノムアノテーションはリッチになってきたよというふうなのが分かるってことに、実はなってて、今のこの HG19 の方がリッチだっていうのは、こんだけたくさんゲノムアノテーションが あるからです。あるけど、まあ多くはハイドになってるんですけど、まあそういう状態です。まあこういうヒューマンメッセンジャー RNA っていうのは出てたりするしとかなってるんですけど、まあここでですね、コスミックってまあ体細胞変異のがんのやつの、で有名な、よく聞いたことあると思います、がんの研究やってした、それをのコスミックのアノテーションをこの今のゲノムブラウザーに表示してみましょうということを考えます。でコスミックじゃあどこにあるんですかってこう書いてあるんですけど、これフェノタイプ&リテラチャーっていうカテゴリーがあります。そこの中にあるようです。フェノタイプ&リテラチャー、ここですね。ここにコスミックあった、これだ。これでコスミックで何性って言ったっけ、俺デンスに性って言ったっけな。まずはデンスにしてみましょう。これ実はその見せるレベルが調節できて、下に行けば行くほどたくさん情報が出ます。でデンスってやると、まあすごいデンスになった状態で足します。まずは全部フルにしちゃうとたくさん出すぎてもう何が何だか分からなくなるので、ちょっと控えめに足していってください。これデンスにして、それでリフレッシュしてみてください。そしたらコスミックの情報がここに足されます。はい。で、コスミック赤ですね。この部分。で、この辺にはコスミックでいうそのミューテーションがこの辺にあったよっていうのが出てるんですけど、ちょっとデンスだと分かりづらいと。分かりづらいので、じゃあちょっと、せっかくなんでフルってやってみましょうと。で、またここに戻ってですね。リテラチャー&のところに、あれ？リテラチャーないぞ。あった、これだ。ここで、フルにしてください。フルにして、リフレッシュしてください。そうすると、どういうことが起こるでしょう？こんな風にバッと出ます。これがまさに実はヒュファンアルファというか、今見てる領域にあるコスミックの変異のやつ、多分、全部です。ほんで、こんな風に全部書いてあるんですね。どこどこでどう変わってたとか、こう、どういう、で細胞でとか。で、まあ、この辺のは、まあ、この辺がコスミックの ID も書いてますし、まあ、この辺クリックすると、その部分の特徴に関する、こう、記述がいっぱいこう書いてあると。こう書いてあると。まあ、そういうものが見えると。で、今は、まあ、このコスミックのものに関して、まあ、詳細情報がまあ見れます。これ書いてある通りです。ちょっと待って。はい。うん。で、じゃあコスミックに関してもっと、これはコスミックの中の各エントリーに関して、ミューテーションがどうだったかっていうのにだけ書いてるとこが見えてるだけで、まあバックしましょう。バックして、先ほどのこれのですね、ずっと下のコスミックっていうのを足したよね、足しましたっていうところがあったと、ここですね。ここでコスミックっていうののリンクをクリックすると、よいしょ。新しいタブで開いておきましょうか。そうすると、こうやってコスミックはどういうものだったかっていうのが、こう、書いてて、そのデータベースに、今で見ているゲノムアノテーションに対する情報が、こうやって、見えます。はい。こういうものですね。で、これ、今コスミックの例で言ったんですけど、いろんなものが、実はほとんど、載ってないんですよ。皆さんの多分やってる研究で有用な、ってか知ってるようなものっていっぱいあると思うんですけど、まあそういうのをちょっとずつ足してこう見ると、いろんなことがわかると思います。その一つにさっき言ってた、転写因子の結合サイトであるとか、そういうものが入ってます。で、これいろいろやっていくとどんどんわからなくなるというか、こういうふうにごちゃごちゃになってですね、ああもう元に戻すの大変やわってなる時があると思うんで、そういう時はこのデフォルトトラックスってボタンを押していただくと、一番最初の初期状態に戻ると。で、これで戻してまたこれ新しいなんかアノテーションをこう足すとか、そういうのをやってみてください。例えば、今も言ってた、チップセックのデータはですね、このレギュレーションのところにあります。これですね、エンコードレギュレーションっていうので、普段これ実はちょっと出てるんですけど、これエンコードの TF 転写因子の、バインディングサイトっていうのが、普段はハイドになってるんですけど、これをもうショーってやって、リフレッシュってやると、そのエンコードの転写因子のエンコードでプロジェクトでやった転写因子の結合サイトはこんなふうに出てきます。これは細胞の名前と実際にどういう転写因子のやつだったかというのがこんなふうに出ると。
で、これもどんどんこう拡大していくとですね、あの好きなところで見えますので、これは今はかなりズームアウトしたところでしか 見てないですけど、こうやって、拡大していくと、その見たい領域とかで、こういうのですね。で、もうちょっとこっちかな。もうちょっと左に寄せてとか。もうちょっとこっちかな。とか、こういうふうに。で、ズームインしていってとか。ちょっと左に寄りすぎましたね。じゃあ右に戻りましょう。右に戻ると。そうすると、あの、HIF1α のこう、5プライム領域での、あの、この転写因子の結合領域の状況はこれですね。こういうのが見えてくると。まあ、そういうふうな、まあ、使い方が、できてですね。割と、その実際にハイスループットのデータを自分でいじらなくても、この、ゲノムブラウザを使うことで、そういうハイスループットの実験結果を可視化することができると。そういうのですね。で、最近だと、これ、あの、いろんな、あの、転写配列の、まあ、データもこれでですね、見れるようになってて、あの、すごく、あの、ファントムもそうですけど、まあ、ファントムのデータの使い方は昨日、レフェックスのところで、我々が、私たちがやってるのも見せたんですけど、基本はけどこういうふうにゲノムブラウザー上にこうどこにあるっていうのをこう見えるようにしてっていう提供の仕方が普通です。それはまあ、あの、理研のグループがそういうのをやってて、それで彼らはすごくこれが必要だから自分のところでまあミラーを作るということをあの、考えてやってくれてますが、あの日本にいる人も同様に使っていいよっていうふうに今はなってて、あの使えるということです。すいません、時間ないんでちょっと進めます。やばい、時間がない。はい。じゃあこの辺はまあ飛ばします。発展なんかもちょっと、やりたいんですけど、今日はちょっと飛ばします。で、あのやり方はあのこの辺の、統合テレビにしっかり書かれてますので、まあ、そこを見てください。うん。で、まあそうですね。で、今これ UCSC ゲノムブラウザーの話をしたんですけど、まああのアメリカ人これ好きでこっちの方ばっかり使うからなんですけど、本当はあのアンサンブルゲノムブラウザーっていうのもあって、これはヨーロッパの EBI で作ってるもんなんですけど、あの、見た目はこっちの方が、まあ、昔はすごい綺麗でした。まあ、今も、まあ、UCSC ゲノムブラウザーはアメリカっぽくて、あの、アンサンブルゲノムブラウザーの方がなんか、見た目はすごい綺麗で、あの、僕は好きなんですけど、まあ、そういうのも、まあ、あの、ゲノムブラウザーで使うんですけど、今日はあんま時間ないんで、もう、可視化の手段としてはこれはすごく僕好きなんですが、あの、飛ばします。で、それでですね、でゲノムブラウザーの話してたら皆さん IGV があるんじゃないかってよく言われるんですけど、 IGV っていうのはこの、インテグレイティブゲノミックスビューアーってやつで、あのブロードインスティテュートが作ってるこうゲノムブラウザーなんですけど、これはその UCSC のゲノムブラウザーとかと何が違うかというと、自分の手持ちのデータ、ローカルにあるデータをまあ見る、主に見るためのツールで、まあ、あの BAM ファイルとかあの NGS で解析して出てきたあのゲノムに対するマッピング の SAM ファイル、BAM ファイルですね。そういうのをこう、まあ、見るために、まあ、使うツールで、まあ、これももちろん使えるし便利なんですけれども、可視化にもちろん使うものなんですが、あの自分のデータをまあ見るという、色彩が濃いです。で、あの今やってたその UCSC のゲノムブラウザーとかいうのはもうパブリックのプロジェクトでやったやつが可視化されて見えるようになっているというので、まあ、あのよし悪しなんですけれども、まあ、あの もちろん自分のデータもあのこの UCSC のゲノムブラウザーにこう見せるためのやり方とかいうのももちろん UCSC のゲノムブラウザーとかあるんですけれども、そうすると、まあ、他の人 がそのデータ見えちゃうとか、そういうあの、まあまあ、リスクって言ったらあれですけど、そういうこともあります。ただそうやって他の人から見えるところに置くと自分も便利だし他の人も便利で、それでまあ発見があるんじゃないかというふうなことはまあ頭にあの置いといていただいて、まあそういうのはゆくゆくはこういう UCSC とかアンサンブルのに入るような形でまああのデータをあの発信してくれるといいなというふうに思います。まあ IGV ってのは自分のところのデータをちょっと見るっていうのにまあ使ってくださいねっていうふうに私は思ってます。はい。でまああのそういう配列をまあ入れておく、まあ、レポジトリっていうか、まあ、昨日から、今日の朝もお話のあった SRA ですね。DRA ですけど、DDBG でやってるのは DRA って呼ぶっていうふうになってるんですけど、それなんかの、まあ、可視化を、まあ、今日も望月さんが朝、あの、紹介してくれたんで、もう、特に僕も、同じこと言いませんけれども、あの、
その SRA を可視のデータの状況を可視化するツールとして僕らのところで DBCS SRA というのを作っています。これももう話があったからいいね。で発言データも、まあ、データベースでゲオとかアレイエクスプレスがあるって機能、その話を昨日だいぶしたんですけど、そのアレイエクスプレスのデータをどういう状況になっているかっていう可視化するツールとして作っているのが僕 の作ってます、葵ってやつですね。それも昨日、まあ、お話ししたんで、それももうリンクだけ書いておいても特に、すいません、時間もないのでやりません。はい、ようやく R に行けそうです。そういう感じです。で、これで大体配列データのとか終わりなんですけど、何か質問ありますか？で、まあ、あったらまた後で終わってもしばらく言いますから聞いてくれてもいいし、もちろんメールとかツイッターとか何かでも聞いてください。それで通知データの方の話を始めたいと思います。で、こういう切り口でやるのは今回の講習会でこれ僕初めてなんですけれども、数値データの共有化っていうのもちょっと調べてみたんですね。で、数値データっていうのは、まあ、Excel のみたいなデータですから、まあ、普通共有化っていうと皆さん論文出すときに、論文のサプリメントとしてこう、出すことが多いと思うんですけれども、そういう形のサプリメントの出し方やとですね、なかなかその論文を読んだ人間しか共有できなくて、あんまりよろしくないなっていうふうに思うんです。で、なんでそういうことかというと、まあ、皆さんが投稿する論文の会社ってのは多分潰れないからいいんですけれども、例えばその会社が潰れて全部そのサプリメントデータとかもどっか変なところに行ってしまう可能性があるとかいろいろあるわけですね。で、そうなると困るので、できればですね、そういう公共の、ここに書いてある公共のデータレポジトリってものを利用してはいかがでしょうかということです。で、これはですね、どういうものかというと、そういう、まあ、数値のデータに問わないんですけれども、Excel 形式のデータであるとか、プログラムコードであるとか、画像であるとか、そういうものをどんどんデジタルのデータを受け入れてくれる公共レポジトリのがあります。これはまあ言ってみれば配列ではそういう SRA とかジェンバンクみたいなのがあるんですけど、そうじゃなくてそれ以外のいろいろに関してこう受け入れてくれるところが今できてて、まあ、その最たるものとしてこのフィギュシェアっていうのとドライアドっていうのがありまして、こういうところにデータを登録してですね、それをそこの登録 ID を、まあ、多くの場合登録 ID じゃなくて DOI であることが多いんですけれども、DOI というのはデジタルオブジェクトアイデンティファイアってやつで、論文を見たら最近 DOI で数字がなんとかなんとかで数字書いてスラッシュなんとかってこう書いてあるの ID があると思います。あれのことなんですけど、それを各まあ、論文もその DOI の対象の一つなんですけど、そういうデータにですね、一個ずつ振ってですね、データを ID をつけて、それでこうサイテーションしやすくすると。例えばプロスとかに論文出すとですね、自分のその図、FIG1、FIG2 に関しても全部一個ずつ DOI がついてるんですね。それをやることで、この論文の FIG1 を私はここでサイト引用したいというようなことが割と表示できるようになってきました。で、そういう形の DOI を使って、こういう数値データというか、まあ、この、FIG シェアとかドライアドというところにデータをサブミットしてですね、そこに行ったら見えますよというふうにするというふうな流れになっていくといいなと私は思ってます。で、論文のもちろんサプリメントとして出すっていうのももちろんありなんですけど、サプリメントとして出す他にこういうとこにも登録するっていうのをぜひなんかやったらですね、自分のデータをこう参照して他の人が見たとかいうのがですね、じゃあそれが何回見られたかとかいうのはここだと全部統計情報で得られるんですね。そういうのみんな嬉しいですよね。自分の論文何回見られたかっていうのも見られるの嬉しいのと一緒で、このデータ何回アクセスしてくれたかっていうのも嬉しいと思います。そういうふうなのがこういうとこでは仕組みとして持っててですね、より引用されしやすいデータとして可視化、結果としてまあ帯域的に見るとまあ研究が進むと、そういうふうなものになると思います。数値データに関しては共有化に関して先にお話しさせていただきました。なんでかというと、この後の数値化の、数値の可視化の部分がすごく時間がかかりそうなんで、時間が許すまでちょっと、
できる限りこの R の使い方の方やってみようと思います。これがまあ R を使うというのがデータの可視化っていうふうに僕はほぼ位置づけてしまってますけれども、実際には R っていうのはその R の可視化のももちろんできるんですけど、どちらかというと、まあ、新しい計算方法とかを編み出した人が、この、その実際の自分の編み出した計算方法の、プログラムの提供方法の一つとしてよく使われる、統計解析言語です。で、その R はですね、まあ、可視化のライブラリーも非常にあるので、それをうまく使うと、自分たちのデータがうまくこう、見えるようになるということで、この、講習なんかも、かつてこれもう何回かやってます。で、まあ、その時にやってきた、コードとかデータを、がありますので、それを使って、ちょっと今日は皆さんと一緒に R をやろうと思います。はい。じゃあやりますよ。まずはですね、何個かあるんですけれども、まず実習って書かれているやつをやります。で、やりましょうか。で、R を起動しましょうってことですね。で、この R のコマンドとかそういうふうなデータに関しては、この講習会のページにも、ページにデータとかは、こう、置いてあります。この一番上に、ここからダウンロードできますよってので、載ってますけど、ここから一応データはダウンロードできます。で、ダウンロードできますし、で、R の実際のプログラムに関してはこういうところに書いてますので、やりましょうと。で、ちょっと皆さんのには書いてないんですけど、その、皆さんが使って共有のパソコンでやるときに、ちょっといろいろ不具合が起こりそうなので、それに関してちょっと一番最初は、対処しながらやらないとちょっとうまくいかないと思うので、やりましょう。で、会場の PC だと R は全てのプログラムっていうところから、まず Windows の方を起動してくださいよ。で、Windows で、やってですね、その全てのプログラムの中の R、やると R のバージョン2の方が多分出てくる可能性があるんですね。そっちじゃなくて、この 3.3.0 って書いてあるんですね。 RI386 3.3.0 っていうのをやってください。 I386 っていうのはこれ CPU のお名前です。気にしないでください。で 3.3.0 っていう方を起動してください。で、R はすごくて、そのMac でも Linux でも Windows でも一緒なんで、基本的には同じプログラムを入れたら同じ挙動をしますから、僕はちょっと Mac でお見せしますけど、こんな風な画面が出てきたら成功です。起動しました。で、その時に起動画面で、ちょっと僕すいません、僕のは 3.3.1 でもう一個新しくなってますけど、3.3.0 っていうのが出たら正しいです。で、自分のパソコンで持ってきた人で、3.3.0 か 3.3.1 のどっちかでやってくれればありがたいです。起動しました？みんなさん。なんか反応がないから分からへんねんけど、ほんまに、できました？じゃあ、できたというふうに見なして進みますよ。で、そしたら、この、一番最初にやる可視化のこの話はパイチャートです。これパイチャートっていうのは、まあ、実際にあるデータが、まあ、どんなふうに分布してるかっていうのをこう、まあ、一目で分かるような、まあ、円にこうアップルパイみたいにこう分けて、まあ、お好み焼きでいいですね。お好み焼きがこう何等分化されてる、ああいうふうなやつですね。まあ、もう見たらすぐ分かると思います。そういうパイチャートっていうのを、まあ、作るというのをがですね、もちろんExcel の機能を使ってもできると思うんですけど、R で書くと、R でも書けるので、それをまあやってみようと思います。で、どうやるかっていうと、まずですね、皆さんのパソコンだと、R を起動したディレクトリが多分デフォルトで今いるディレクトリってことになっていると思うんですね。で、それは、それではちょっと今からですね、ファイルをいろいろ作るんですけど、ファイルは書き込み権限がないっていうふうに言われると思うので、ですね、R の上にですね、こういうファイルっていうメニューがあって、どこだ。R のメニューの上にファイルっていうのがあるでしょ。ファイルっていうのがあって、ディレクトリの変更っていうのが選べると思います。それをやってください。で、
で、なんでこれしないといけないかというと、さっき言ったみたいに、その、書き込めないんですね、皆さん。だからです。で、日本語だと、この作業ディレクトリの変更ってやつになります。ディレクトリの変更。で、デスクトップを選んでください。で、まあ、Mac の場合はこれでいいんですけど。で、Windows の場合、ちょっとややこしいと思います。で、ディレクトリ、てか、ファイルの一覧が出ると思うんですけど、Z ドライブの、を選ばないと多分書き込めないと思うので、Z ドライブを選んでいただいて、その中に Windows ってあると思うんですけど、それの中のさらにデスクトップっていうのを、選択してください。それで OK を押してください。言ってること分かんない人。はい。ちょっとそっち見てくれる？はい。はい。手挙げた人。はい、はい。Z ドライブが見つからないんですか？嘘。ない。Mac の場合だったらもうこれで、このままやっていける。あるやん、これ。これ Z。あ、書いてあるやん。ああ、右端にありがとう。はい、手挙げた人、手挙げた人、あっちか。はい、はい。あ、自分のやんで。自分のはいいんですか？あ、自分ので、でしたら、デスクトップを選んでください。Z じゃないです。多分。自分だったらのデスクトップで結構です。はい。はい。よろしくお願いします。はい。はい。あ、はい。それでいいですよ。それで OK。はい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 。C じゃなくて、Z。Z。ずっと下の方に、下の方。Z やから一番下です。もっと下、もっと下。それ。これ Z でしょ。これ Z なんですよ、実は。で、その下に Windows っていうのがまだあるんで。見づらいんですよね、これね。で、もっと下のに、あ、中に。あれ？デスクトップないですか？あったと、これ。それを選択で OK。はい。できました？それが、保存するディレクトリになって、で、そこに今で、ファイルがいろいろできると、今の、デスクトップありますね。デスクトップにファイルがポコポコ出てきますので、はい。で、できてる人は、この先どんどん、これ先進んでください。進めてて結構ですので。で、じゃあどうやるかってことなんですけど、まずですね、これ、パイチャートを書くんですけど、そのパイチャートを、書くための最初のファイルが必要なんですね。で、最初のファイルっていうのはそのデータですね、いわゆるデータをじゃあどうするかってことなんですけど、自分でも用意してもいいんですけど、一応サンプルとして用意したのはこの SRA by Study というドットテキストっていうファイルです。これはこのサイトの講習会のテキストのこのボーノ2っていうこのところの、ここにあります。SRA by study.text ってこれですね。これを、ダウンロードしてください。で、これ、実は昨日も僕警告したやつで、今 IE でダウンロードしようとしてる人はやめてください。あ、そうじゃなくて、Firefox でやってください。Firefox をダブルクリックして、この講習会のページ、AJAX60 とか、AJAX 秋とかいうので検索していただいて、やってください。で、じゃあ、一緒にやると、このページに行き着く方法をちょっと一緒にやるとですね、わかんない人見てください。AJAX の60とかやって、講習会、これ、AJAX 秋って出ますよね。これを検索していただいて、講習会のページはこちらってやっていただいて、これのですね、私のこの最後の可視化と共有化のこのところをクリックしていただくと。そうすると、今のページに飛びます。で、それの、この、あれですね、SRA by study.text。これをクリックしてください。そうすると、実はこれファイルの中身こんなんです。ほんのちょっとなんですけど、で、これを、ローってやってください。そうすると、生データになるから、これをファイルで、名前を付けて保存って。いうので、デスクトップにこの SRA by study っていうファイルでこう保存してください。わかりました。
ちょっとややこしいんですけど。で、このファイルがあったら、一番最初の課題はできます。それでまず、やってみようと思います。それでどうやるかってことなんですけど、もうそれはもうここに書いてある通りでして、ここに全部やること書いてます。で、やることは、シャープから始まるのは全部コメント行で、別にこれは書かなくてもいいです、自分で。で、シャープから始まらない行が、これ、実際には、コード、R のプロ、コード、プログラムコードになってます。で、この通り、一個ずつ一個ずつ、コピペしていっていただければできますし、自分で打ち込んでもいいんですけど、自分で打ち込む場合は、ミスタイプに注意してください。絶対間違えますので、ミスタイプはするから、できれば、これ一行ずつ一行ずつコピーして貼り付けてっていうのを餅つき運転していただくのがいいと思います。やりますと、例えばこれがそうですね、 PNG っていうところにこれ py1.png っていうのを指定してますけど、これはこういう名前で画像ファイルを作りますよっていう意味です。はい、これを反転して、コピーしてですね、コピーして R の方で、ペーストして、それで、開業してリターンと。で、特に何も言ってこないです、基本的には。言ってこないけど、これを繰り返し繰り返しやってみてください。で、多分一番最初のやつはエラー出ません。多分この 2行目が多分運命の分かれ目で、この時にエラーが出る人はちょっとまた言ってください。一緒にやりますので。これをやってコピー貼り付け一旦。僕はうまくいきました。ここでエラー出る人いると思います。エラー出た人は多分そのディレクトリの設定がまずうまくいってない可能性があります。はい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 、うん、ファイルがないんですね。ファイルダウンロードしました。これで、はい、これをダウンロードしていただいて、セーブしてもらって、そうですね、していただいて、デスクトップに保存してください。すいません、デスクトップに、はい、ごめんごめん、これデスクトップに保存してください。すいません、Firefox のページからデータをダウンロードするときに、何もしないと多分ダウンロードホルダーに行っちゃうと思うんですけど、デスクトップに保存してください。すいません、そこちょっと説明忘れてました。もう一回2行目からやったのに。そうですね、もう一回2行目やるんですけど、もう一回2行目やるときに貼り付けてもいいんですけれども、貼り付けますかね。貼り付けてもいいんですが、実は同じやつをもう一回やる場合はここで上矢印を押してください。そしたら多分さっきの出ますんで、でもう一回開業してください。あ、いえいえ、うまくいかない人は一緒にやりましょう。すいません。はいはい。デスクトップにこれを落とせばいいですかね。そう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 。これ、あ、はい、入ってます。はい。入ってるんですけど、って感じなんですけど。この通り書いてある通りにちょっとやりませんか。ここにプログラム書いてませんね。この PNG 括弧全部です。全部です。それ、はい。プログラムなんで、こう書くのもめんどくさかったら、この電子版のページがあると思うんで、そうですね。PDF 版よりはそうじゃないバージョンの方がいいと思いますよ。なんでかというと、この引用符で多分失敗することが多いんですよ。まあできなくはないんですけど、それでもこっちですね。はい、こういう場合はね、PNG で検索するといいですよ。 PNG ってあんまないので、コントロール F で検索できますよね。で、 PNG ってやってみます。 PNG、 そしたらここで出ますんで、これ早くいける。で、これで、はい、いえいえ、できた人はどんどん先に進んでやってみてください。で、これでやって、で、そのプロ、各行がどんなことをしてるかっていうのは、このコメントに全部実は一個ずつ書いてあります。まあ
ネイムズっていうのはこれカラムにお名前をつけるというものです。それで、列を結合すると。列結合。はい。で、0じゃないデータだけを使いましょうと。まあ、これは本当は0入ってないからやらなくていいんですけど、まあ、一般的にやります。で、最後にこれ、パイチャート書くのは、これ、パイってやつです。これ、長いんで気をつけてください。ずっとこっちまであります。それで、ちょっと待ってね。で、最後にこの dev off っていうので、最後、これで終わりです。これ、最後、最後の終わりのおまじないです。そしたら、デスクトップに pi1 っていうのが、できててですね、それをダブルクリックすると、こういうふうな pi チャートが見えると思います。はい。できる人はどんどん進んでください。で、はい。こんな感じなんですよ。で、じゃあこれ何が嬉しいかっていうことなんですけど、あれですね、これ実は今渡したデータはですね、この DBCLSSRA から取ってきたんですけど、シーケンスリードアーカイブ中にどんなデータがたくさんあるかというのをこれ自分でパイチャートで表してみたんです。ほとんどがまあ、見ての通り3分の2はゲノムのデータで、そのまた残りの半分ぐらいがトランスクリプトームで、みたいなのがこういうふうなのが、まあ簡単に作れると。で、まあ、この色の付き方が R っぽくてですね、まあ、Excel っぽいやつじゃなくていいなっていうふうに、まあ、思うからよくこういうのを作るんですけど、まあ、こういうデータの可視化方法っていうのが一つあるなと思います。まあ、ちょっと、でも R は、コマンドを打ってやるからなかなかとっつきにくいなって思う方が多いかもしれませんが、ぜひ、毛嫌いしないで使っていただくと嬉しいなと思います。で、これ何がいいかっていうと、こういう、今、のは皆さん一個ずつ打ってもらいましたけど、コンピューターに指示するときは、これでデータセットが、一番最初のデータセットが変わったときにまたこれが同じもので、一連の操作は全部一緒ですよね。だからデータセットだけ変わって同じものをまた作るっていうときに便利で、例えば毎日毎日違うデータが来たときに、同じ表を毎回毎回Excel で作ってるのはもう大変だっていうときに、これをもう一連のプログラムでガガガとやると、もうすぐこれが生成できると。毎日毎日レポートを作るのが非常に簡単になると。そういうふうに今省力化につながるということで、いいと。でも今、コンピューターに人間が今一個ずつ一個ずつ打ったから、手間、それは手間ですけれども、それをですね、一気にまとめる、スクリプト化するってことができます。それを、で、実は今これ書いたやつもですね、実はスクリプトの一部で、これを、この、今やった一連の操作を、コンピュータープログラムに、なんとかなんとか .r、実習に .r みたいなファイルにしといて、それを r に、投げ込めばですね、もう自動で、そのデータが変わっても新しい、こう、画像をですね、作ってくれると。そういうふうに、まあ、なってるんですね。それで、まあ、便利だからぜひ使ってほしいなというふうに、思っててですね、僕がこれ昔やったのは、その20種類ぐらいの臓器、に関するマイクロアレイの、ジーンオントロジーの一番上の階層の、まあ、分布をこのパイチャートで書いたんですね。で、書いたときにそれも20種類全部書くの大変だったんで、まあ、スクリプト化してですね、全部いろんなリバーではこうだった、スプリンではこうだったみたいなのをずっと、操作は一緒なんですけど、データがちょっとずつ違うと。そういうふうなのに、で、こう、パイチャートをいっぱい書くと。そういうことを、しました。で、それに関しては、どっかにそれに関する説明書きあるかな。そういうことをやってました。はい。それに今使えるよと。じゃあ別のデータでやってみたいなと思ったときは、この、上にですね、サンプルのデータもあるのと、あとどこ変えればいいかいいですけど、データが変わる場合はここを書き換えればいいです。この部分。今は SRA by study.txt っていうのを皆さんにダウンロードしてもらってやったからでしたけど、ここを書き換えれば、どん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 別のものができます。で、ファイル、出力ファイル名変えたいときは、ここの pi1 ってところを別のファイル名にしてください。そしたらどんどん書き換えれますんで。はい。そういう感じです。で、階層クラスタリングは、これ一番簡単な階層クラスタリングをこれやってるんですけれども、このマトリックス .txt っていうのは、まあ、すごい簡単な、なんだ、その行列なんですけれども、それ、
から類推される階層クラスタリングをもうやってみましょうというのがこのまあ狙いだったんですけど、まあこれもすいませんもう時間ないんでちょっと飛ばしますけれども、やってみると階層クラスタリングができるというのが見えると思います。でも階層クラスタリングは実はまあこういう一番原始的なというか方法でもやれるんですけれども、まあ後で見せるようなちょっと違う方法でやるのがまあ割と一般的かなと思います。で一番覚えて帰ってほしいのはこの実は PCA なんですね。この主成分分析で、この主成分分析っていうのは今やいろんな実験から出てきたデータで使っていると思うんですけど、これは多次元のデータをできる限り次元を少なく表現するような分類にするってやつで、例えばいっぱいこうサンプル、まあ人のデータなんかであった時にですね、マイクロアレイとかで全部その、サンプルを測定した時にどのサンプルとどのサンプルが似てるかみたいなのを把握する時に、もちろん階層クラスタリングしてもいいんですけれども、まあ、主成分分析のをやって、それの第一主成分と第二主成分で二次元にプロットするみたいな、そういうのがよくやると思うんですけど、それをやる実現するためのプログラムです。でこれはこれをやるためのまあにまあフィドリックスのデータを使うとこからやってるんですが、これはまあ発展課題としてやってほしいんですけど、これが実は本当はバイオコンダクターを使うやつだったんですね。でそれでこれはですね、アフィメトリックスのそのデータのノーマライズっていうのはもう今もこのバイオコンダクターを使うのが一番よくて、ここに書いてあるように R を起動した状態でこのこのプログラムをコピーします。これのソースなんとかって書いてあるやつをコピーしてここの R でこうペーストしてみてください。まあ皆さんももちろん やっていただいて全然結構ですね。やってみてください。そしたら今ですね、このバイオコンダクターっていうのの読み込みに行きましたと。でバイオコンダクターのこの一応これで、まずバイオコンダクターの一番基本的な部分の宣言だけはしたと。でその後バイオコンダクターで必要なものだけこうインストールしていく感じになります。例えば今はアフィメトリックスのアフィっていうのをこうライブラリをこうインストールした場合はこのバイオシーライトっていうこのプログラムを使ってこれもコピーしてここで、ペーストってやるとこのバイオシーライトっていうプログラムがダウンロードされてきます。これはアフィメトリックスのそのノーマライズですね。RMA っていうまあノーマライズ方法があるっていうのを聞いたことある人いるかもしれないですけど、その RMA を実現するためのプログラムがこれで勝手にこうやってどんどん入りますんで、これがまあ普通の R の R でこうバイコンダクターを使うという時の一般的な方法です。でなんかこれいろいろ聞いてきますけど、まあこれはお何でいいのかな。まあこんな風にしてでこのでバイコンダクターを使う時はこの下に書いてあるようにまあ、ここまでもやっちゃったんですけど、ライブラリアフィっていうのをやって、で、この、justRMA って関数を使えば、これ、できるんですけど、これもさっきと一緒で、今いる作業したいディレクトリに移動して、そのディレクトリに、あれですね、このセルファイルを全部、ノーマライズしたいセルファイルを全部置いとくんです。そうすると、全部一気に、ノーマライズしてくれると。で、これの数をたくさんやりたいっていう人が、よく、話聞いて1000個ぐらいやりたいっていう人がいるんですけど、1000個はちょっと厳しいと思うんですけど、今100個ぐらいだったらセルファイルのノーマライズは普通に普通の手持ちのパソコンでもうまくいくぐらいの能力になってると思います。ですので、まあ、100個ぐらいのノーマライズならできると思います。で実は昨日から使っていただいたハイポキシアのデータはそれでやってて100個ぐらいのセルファイルでノーマライズしてっていうふうな結果から出てきたもんです。あれはそういうのですね。で、それをやったデータを使って、PCA をやろうというわけだったんですけど、これは実はすでに計算したこの RMA.txt っていうデータをダウンロードできるようにしてますので、それをダウンロードしてきて、やってください。これは、RMA.txt っていうのは、でっかいファイルなので、数メガあるんで、これですね、圧縮してあります、ZIP圧縮。なのでこれをクリックしてここでビューローとかで書いてあるんですけど、そうしないでもうこれいきなりこれローってやっていただいて、でそしたらファイルダウンロードしますかって聞いてくるので、これで保存ってやって保存してください。そして保存したらダブルクリックすれば ZIP ファイルは Windows でも
回答されると思うので、その RMA っていうファイルをデスクトップにですねコピーして使う形になります。じゃあやりましょうか。これで名前をつけて保存で、デスクトップに保存します。そしてまあ今 Mac で僕やってますが、基本的には皆さん一緒でして、ダブルクリックすると回答すると、そうすると rma.txt っていうファイルができると。これを使って PCA やります。でこれは、PCA は本当によくやる操作なんで、このプログラムはよく覚えて帰っていただくと、覚えてるっていうか覚える必要はないんですけど、この使い回していただくといいなというふうに思います。これですね、やっぱ時間全然足りなかったですね、すいません。で、これですね。で、これを一行ずつやっていただくと。ちょっとやってみます。で、これでエラーが出なかったらデータを読み込めたということで、万々歳なんですけど。で、今からやるのは実はその、バイオコンダクターを入れなくたって、PCA 自体は動きます。なんだけど、今説明のためにアフィメトリックスのノーマライズをするっていうので、これ、バイコンダクターのインストールをちょっと やったまでです。これも1行ずつやると、本当はこれ1行ずつやらなくても一気にコピーしてやってくれてもいいんですよ。シャープから始まるのはコメントですから無視しますので、それでもいいんですけど、まあ分かりやすくするためにやってるだけです。よいしょ。でこんなんが出てきますけど、まあこれはちょっととりあえず置いといて、ちょっともう時間ないな。これで終わりにしますので、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。で全部売ってからこれ見せたいと思います。全部やってからちょっと解説しますね。ちょっと待ってね。で、これやってみた結果なんですけど、今実はセルファイルがこれ何個かあったやつをの、主成分分析してした結果なんですけど、全部で多分これ、9個実験があったんですね。ここに333ってあって。で、実はこの、9個じゃない、12個だ。12個あって、実はそれ 3回実験してるのはこれ繰り返し実験です。繰り返し実験やってますから、成分分析したらほとんど同じところに出て当然なんですけど、だから同じようなところに出てます。で、この丸い点があるところが、この今ファイル名がこれ出ちゃってますけど、そのファイル名があるところがその成分分析でいうところの、で、右が、この2次元になってるのが、右軸が、横軸が、これ PC1、成分、第一成分です。で、PC2 っていうのはこれ第二成分って言って、その多次元あるやつをこう、1次元と2次元でできる限り表現しようという、試みで出てきた数値です。で、同じようなところに出ているっていうのは、すごいその、ざっくりですね、データが近かったという、意味なんですけれども、まあ、それで、まあ、繰り返し実験は当然近くに出るし、そうじゃない実験はそれぞれごとになんかちゃうところに出るという、これはまあ理想的なデータなんですけど、こういうふうにしてやります。これだけで PCA はできてしまうので、逆に、いろんな多次元のデータがあったら、それをこう、これとほとんど同じコードです。一番最初のこの部分を変えるだけです。あとはもうほとんど全部一緒です。あと最後のこの、色付けのところはそれぞれのデータ数が違うから、それはそれぞれごとに皆さん別々ですけれども、それ以外はもう全部同じというふうなので、できるという、まあ、優れもののコードがこの PCA っていうR のコードです。時間ないな。で、すいません、このカフリングスのやつやりたかったんですけど、これで本当はヒートマップをやるつもりだったんですけど、ちょっとないので飛ばしますけれども、これはですね、RNSec の実験をやった時に、トップハットとカフリングスっていうのを使って、最後カフリングスの中のプログラムのカフディフっていうので、2つの状態でこの差分とかを解析するんですね。そのカフディフの結果をR で可視化するライブラリー群がここに書いてあるカマーバンドってやつ、これですね。で、このカマーバンドっていうのはバイオコンダクターのパッケージなんで、バイオコンダクターからインストールしてですね、こうやってインストールして入れると、まあできると。で、これはカフディフの結果がないといけないので、そのカフディフの結果は、でかいからですね、お渡ししてないんですけれども、そのカフディフの結果をこう皆さんに配って、
やってもらおうかなと思ったけど、多分無理だろうなと思ったけど、やっぱ無理でしたね。すいません。で、それで、カフディフの結果を、可視化することが、まあ、できます。で、最終的に、ここに書いてますけど、ヒートマップとかを、まあ、作成することができるんですけど、これはまあ、ちょっと、自分でデータで、カフディフとかやってみたことある人は、自分のデータでやってみてください。サンプルデータをお渡ししてもいいんですけど、でかいんで、ちょっと何分、渡すのも大変なので、お渡ししませんが、まあ、そういうものです。で、こんなんで、R はじゃあ結構大変やなって思ったかもしれないですけど、まあ、ただでできるし、いろいろ最新のアルゴリズムをすぐこれ、ダウンロードしてきてできるからいいんです。いいんですけれども、実は皆さんが、まあ、使ってる Excel のそのグラフ機能を強化したような、そういうビジネスインテリジェンスツールみたいなのが BI ツールと呼ばれて、世の中で出回ってます。でそういうものの一つにこのスポットファイヤーっていうのがあって、そのスポットファイヤーを使うと割と今やったような手続きがですね、GUI でグラフィカルユーザーインターフェースでできますので、まあ、そういうのも機会があればぜひ使ってください。僕もよく使ってて、そのために僕これ Windows を実は裏に入れててですね、ちょっとスポットファイヤーの部分だけちょっとお見せして終わりにします。僕はスポットファイヤーを使うためだけにと言ってもいいぐらいWindows がここに入ってます。いや、本当はWord と Excel を使うためもあるんですけど、こういうのですね。で、これで、例えば、どれがいいかな。例えば僕が普段やってるような解析の、昨日も皆さんにお渡しした、そのハイポキシアでたくさん上がったファイル、たくさん上がった遺伝子みたいなのをお見せしたと思うんですけど、こういうふうに、人でですね、ハイポキシアでアップした遺伝子がどんなんだったかみたいなのと、マウスのそのオーソログを対応を取ってみてどうだったかみたいなのが、こういうので、可視化がですね、まあ割と簡単に、これヒューマンダウンじゃなくて、こっちはマウスアップ。これですね。で、これ右に行くほど、あと上に行くほど、実験回数多くハイポキシアで、発現が上がった遺伝子ってことなんですけれども、こういうのも選んだらどういう遺伝子だったかとかいうのがこう見えるようにこれ設定してるんですね。で、元々のデータはこんな風になってて、本当に、昨日見た遺伝子リストはここにあって、それに対応するハイポキシアで上がった実験回数が入っててみたいな、そういうデータです。それをこう可視化して、これは本当にスキャッタープロットで見てるだけですけれども、こういうのができると。で、まあ、あとは、まあ、クラスタリングしてとかいうのも、ここからですね、ツールの中に今主成分分析ももちろんこの中にあるんですけれども、この階層的クラスタリングっていうのは、ここで全部簡単に指定することができるというふうになってます。すいません、ちょっとオーバーしちゃったんで、これで最後に終わりたいと思うんですけど、こういうツールを、まあ、使って、やるっていうのも、統合テレビでちょっといくつか紹介したんですけど、ちょっと何分もこのツールも使うのも僕も、昔からやっててですね、古いんですけど、アップデートしないといけないんですけれども、古くなってますけれども、基本的な考え方としてはこういうBI ツールっていうのを使うと、こういう可視化とかは割とできるんですけれども、まあ、こういうツールは昔はすごい高かって製薬会社なんかでこれ結構使ってるんですけど、今はですね、どんどんそういうソフトがですね、競争が激しくなってきて、いろんなソフトができてきて、スポットファイヤーなんかは実はこれお試し版でずっと使えるみたいな、ただで使えるみたいな今状態になってまして、それで、まあ、使っていただくと、すごい、便利なので、ぜひ試してみてください。すいません、時間ないので、この続きをやりたい場合は、今度また僕呼んでください。よろしくお願いします。